いやー、凍結になりましたよ、凍結。凍結男、氷結。凍結されて氷結飲めっていうね。あ、いいや。凍結ね、なりましたね。久しぶりです。お久しぶり、冬です。ありがとうございます。8月1日、昨日ですね。なんかメールが来てね。アカウント閉鎖しますみたいな。ストライプさんですね。僕ね、5年間、お客さんからの、その、チャージバック、要は、なんだろうな、返金してくれ的な、なんだろうな、その、カード会社に行って、どうのこうのっていう、なんかあるんですよ。その、なんかトラブルになるときはね。で、それないんですよ、5年。5年間、一切、チャージバック、ない。そう。いい、経営をしてきたはず。だけど、ダメでしたね。で、そう。また別枠で動画撮るんですけど、まあ、カスタマーサポートに連絡したんですよ。連絡したら返事が来て、で、申し訳ないですっていうね。で、こっちではどうしよう。まあ、その、ジャパンサポートかな。わかんないですけど、なんか、大元がもうダメって言ってるから、ここどうしようもなんない、みたいなこと言われまして。まあ、元からわかってたんですけど、まあ、連絡来ただけでいいかなと思ってて。もう、多分無理だろうなと思ってたんですけど、ただ文面が、なんか申し込み書ありがとうございますと。で、無理ですみたいな文面だったんで、いやいやと。いや、もうアカウント5年運用してるよみたいな話で。まあ、海外ですからね、ストライプ。だから、その文面がちょっと微妙な部分あると思うんですけど。まあ、今回はね、まあ、そう。だから、まあ、今回のキャンペーンも銀行振込で行きました。当分ね、ちょっと銀行振込で行こうかなと思います。で、昨日、まあ、そういう状態になったんで、いろいろと決済調べてたんですけど、ね、ストライプと、まあ、ペイパルとかストライプが便利なんですよ。まあ、僕、ペイパル凍結になってストライプに行ったんですけど、で、ストライプも途中から、ノンコード決済みたいな感じで、まあ、すぐ商品作ってリンクを発行できるみたいな。で、ピッて送れるみたいなね。例えば、インスタの DM の、DM しながらリンクをピッて送れたりとか、あと、メールの中にリンクを組み込んで、まあ、決済してもらうっていうことができたりとか、まあ一番最初5年前僕がストライプ使い始めた時はそれなかったんですけど、ここ数年でそのノンコードリンクみたいなね、すぐ決済リンクを作ってすぐそのリンク送れるよみたいな、めっちゃ便利なんですよ。めちゃくちゃ便利で、だから昨日はね落ち込んでましたよ、さすがに。なんかまあ凍結慣れはしてるんだけど、その便利、今までめっちゃ便利だったから、そのダウンロード販売もできるし、そのノンコード決済のそのリンクもすぐ作れるようになったし、めちゃくちゃ便利なんですよ。で、うわー、この便利がもう一生使えないのか、みたいな。だから一生、まあ、抹消ですからね。もう、一人一アカウント、基本は。あ、もう作れないので、ああ、もう使えないのか、ってちょっと落ち込んでましたね。で、いろいろとね、他の決済手段を探してたんですけど、やっぱり、ペイパルとかストライプみたいな利便性がある、のはあんまないですね。やっぱまあ、決済代行、ちゃんと決済代行会社みたいなところに書類をがっつり書いて送って、しかも1商品ずつ、大体まあ、決済代行会社って、まあ、あれなんですよ。1商品ごと、審査しないといけない、なんですよ。それがね、しんどいんですよ。僕なんかは、まあ、もうこれ、ポンポンやってるじゃないですか。で、1個ずつ審査して、で、1個ずつどうのこうのってめんどくさいんですよ。で、そのペイパルとかストライプはアカウント作れば、そのアカウントの中で、まあ商品作ってこう、リンク送ったりとか、まあできるわけですよ。だからね、まああとね、スクエアっていうのがあるんですよ。で、これスクエアは、ペイパルを、が赤番食らった時に、まあスクエア見つけてスクエアやったんですけど、スクエアはもう秒で、審査落ちまして。で、ストライプはすぐ通ったんですよ。で、ストライプずっと5年使ってたんですけど、結構ね、僕の周りでもね、ストライプ赤番食らいましたみたいな人何人かいてて、吉谷さんも気をつけてくださいって言われてたんですけど、まあずっと大丈夫だったんでね、大丈夫かなと思ってたんですけど、まあ大丈夫じゃないですね。大丈夫はない。で、なんか、そう、ストライプの利用規約みたいのがアップデートされてました。その、これ ストライプでこんなことやっちゃいけないよっていうのが、2024年6月更新されてました。まあ、それはまた別枠で動画いろいろ撮りますんで。だからまあ、その、お金を稼げるとか、売り上げが上がるとか、まあ、その、会社間でやってるんだったらあれかな。まあ、でもあと、コンサルタとか、売り上げ上がるとか、お金が稼げる系は、
もう多分きついっすね。まあ規約に書いてあるんで。多分ね、5年前はね、書いてなかったような気がする。5年前はそれ。多分。まあ5年前なんでうろ覚えですけどね。だからまあ YouTube もそうじゃないですか。昔はあのいけた動画も今は規約がアップデートされて、まあ厳しくなったりとかね。だからストライプも今、規約をこう、更新して厳しくしていて、それでまあ審査いろいろとまた回ってんじゃないかなと思いますけど。まあしょうがないですね。しょうがない。そう。で、今回のテーマはね、チャンスはピンチの顔をしてやってくるみたいなのにしましょうか。あの、チャンスってピンチなんですよ。ピンチはチャンスなんですよ。そう。だからこれもチャンスなんですね。だから、実はね、僕あの、これもなんか繋がってるなぁとは思った部分があって、まあ僕って一番最初独立した時って、まあ銀行振込しかやってなかったんですよ。銀行振込、ずーっと銀行振込でやってて、で、銀行振込だと、まあ入金を確認して、で、まあ納品する。入金を確認して納品するっていうことなんですよね。当たり前ですけど。で、それ一人一人にね、動画、入金ありがとうございました、みたいな動画を添えてずっとやってたんですよ、一番最初は。一番最初の頃はね。で、僕の一番最初はそれだったんですよ。で、最近その村上さんっていう人と僕は繋がりまして、今度9月対談するんですけど、まあ村上さんにその、お礼を言ったんですよね。まあ今までまあ僕のメンターですから、村上さんのおかげで今がありますみたいな。で、その村上さんに、今僕こんなことやってますみたいな。まあ僕ね、別に広告もかけてないし、再生数も少ないじゃないですか。再生数100以下だったら100、まあ平均にすると100ぐらいかもしれないですけど、100以下多いですよね。で、それでずっとやってるんですよ。で、これで、まあ、ずっとビジネスやれたのは、村上さんから教わったね、ラブレターっていうね、コピーライティングとはラブレターだよ、みたいなの教わったんで、まあ、それを僕は動画で、マンツー動画でね、一人一人に動画送ったりとかして、それが、まあ、僕のビジネスの基盤なわけですよ。再生数少ないんだけど、まあ、濃くやっている、一人一人に濃くやってるっていう。ながら、まあ、売り上げ立ってるって話なんだけど。で、それで、まあ、こういうのやってるんですっていう。で、今、一般公開の、丸々、なんか再生リストで今丸々さんへみたいな再生リストがあって、それも4500本ぐらいあるんですよ。一人一人に動画送ってるやつは。まあ限定も入れるともう1万本ぐらいやってるんですけど、で、そのリンク送ったんですよ。村上さんから教わったラブレターを動画でやってますみたいな。ありがとうございますみたいな。そう、一般公開4500本以上やってますみたいな。で、じゃあ村上さんからレッスンがいただいて、これめちゃくちゃいいですねと。今の世界に必要だと思いますって書いてあったんですよ。今の閉鎖されたようなこの世界に、この行動、これはすごい必要だと思いますよと、素晴らしいですねって言われて。で、からの、まあ、ストライプ凍結なんですけど、またこれやらないといけないなって。やっぱね、ストライプで楽してました。ダウンロード販売超楽ですね、やっぱね。ダウンロード販売楽よね。めちゃくちゃ楽。だから昔だから例えば、全部銀行振り込みですから、まあ僕の、まあ例えば30人ぐらいから、まあ銀行振り込みで入金があったら30本動画撮ってたんですよね。で、40売れたら40動画と、入金ありがとうございますみたいな動画撮ってたんで、まあぶっちゃけ大変じゃ大変なんですよ。楽かというと楽ではない。まあその区間ね。その区間。まあ、またでもやろうかな、っていうね、思います。そう、また、初心に戻って。で、初心に戻るべきだな、っていう。なぜ初心に戻るべきかっていうと、見ての通りね、昔から再生数変わってないんですよ。昔から再生数変わってないんですよ。そう、だから、また一人一人ちょっとお礼を言いながらね、商品を納品していくっていう。多分ね、コンテンツビジネスやってる人で、一人一人にお礼を添えて、動画を添えて、商品を、コンテンツを納品する人っていないと思うので、またやりますよ。でもこれがまた、チャンスというか、また、あれなんじゃないかなと思いますけどね。で、まあこれはまあ僕が直近で起こった出来事なんですけど、まあ一般的に、本当にね、ピンチしかチャンスってないんですよ。もはやピンチの時しかあんまり考えないんです。例えばネットビジネスやろうと思うのも、
ピンチじゃなくてネットビジネスやろうと思う人ほぼいないですよ。例えば今年収3000万ぐらいあります。で、会社も有給も取れるし、なんか週休2日3日もあるし、で、人間関係もめちゃめちゃ良くて、まあ職場環境もめちゃめちゃ良くて最高ですっていう人がネットでなんか稼ごうっていうね、あんまいないですね。多分あんまいないと思います。要は今きついとかね、今カツカツだとか、なんとかしたいとかね、このなんか安月給で労働をずっとしてるの嫌だとかね、なんかそういうなんかフラストレーションだったりとか、まあピンチだったりとかね、そういう局面になった時に人っていうのは考えたりとか行動を起こしますので、なんか幸せに満ち溢れてて金もありふれて、だけど挑戦するっていう人は滅多にあんまいないですからね。で、金もありふれて時間もありふれてもそれでも挑戦するっていう人は多分起業家なんですよ。起業家です。だってそうじゃないですか。僕ね、ソフトバンクの孫さんね、まあ、どう考えてもソフトバンクの孫正義もう働かなくてもいいじゃないですか。1ミリも働かなくても多分一生飯食ってきますよね。豪遊できるじゃないですか。でもそれでもね、この前の今年のあの決算発表会でね、孫さんがね、寝てないですと、寝ずに考えたんですみたいな、あの年でまだ寝ずに仕事すんのかみたいな。いや、どう考えてももうあれじゃないですか。もう絶対1ミリも働かなくても普通に生きていけるじゃないですか、孫さんなんか。それでもね、今60何歩でしょ。それでも寝ずに考えてるんです、で導き出したんです、これだっつってね。そう、なんかすげえ熱くまた語ってましたけど、そう、いや、ほんとすげえ。だからお金があって時間があっても、もうそのもう何やってても、そういう状況でも挑戦していく人は起業家なんで、みんな起業家じゃないじゃないですか。みんな9割の人はサラリーマンなんで。そう。だからみんな大体そのサラリーマンやられてる方は、去年か一昨年かその前か、結構今も流行ってるか、今は流行ってないかな。っていうか、ファイヤーっていうね、言葉がすげえ流行ったわけですよ。ファイヤーしたいっていうね。だからアメバ TV でも結構僕ファイヤーで何個か見てましたね。ファイヤーした人みたいな。そう、みんなファイヤーしたい、上がりたい、みたいな話じゃない。お金がもっとあって、それも働きたくないみたいな話ですよね。だから起業家の人はもうガンガン働きますから。だから、その、なんだろうな、大体みんなサラリーマンマインドだし、ピンチの時しかそもそも思考動かないし、行動しないしって話なんですよね。だから、そう、逆境開示とかもそうで、逆境の時に開示めちゃめちゃ考えるんですよ。めちゃくちゃ考えるんですよ。逆境に訪れた時めちゃくちゃ考えて突破していくんですけど。だからなんかね、その、ピンチになった時に自分がどう考えてどう行動するかが全て未来を決めるっていう話なんですね。大体は。一部の起業家は違いますよ。最初からやるんだみたいな感じでやって起業していくので。なので9割9分はほとんどサラリーマンですから、僕もそうでしたから。僕も起業家じゃないでしょ。全然。周りを見てね、みんな就職活動してるから僕も就職活動してみたいな話なんですよ。周りは就職活動してるけど俺は起業するんだって起業した人じゃないですから、僕は。周りの目を見て、就職活動に何の疑問を持たなかったですからね。就職活動が当たり前、社会人イコール就職することが当たり前みたいな、そこに疑問すら持ってなかったんで、そう。だから僕は一部の人ではないですよね。だけどいろんな勉強してきて、まあこういうのが大事だなっていうのはまあ分かりましたけど、まあね、まあいろんなピンチな、だからそれで、それで大事なことが、そのピンチとか悪いことが起こった時にですよ、これ結構まあ陥ると思うんですけど、ピンチとか悪いことが起こった時に、なんで俺だけこんな目に遭うの、なんで私だけこんな目に遭うのとか、その悪いことをね、セミが頑張って鳴いてますよ。いや、セミ結構鳴いてますね。要はそのなんかそれをなんだみたいな、わかります？それを要は転化できないってことですね。なんで私だけ、ふざけるなね。で最悪はアンチテ、社会のアンチテ、社会に文句言うみたいな、アンチテーゼになって、ヤフコメ書いて人生終わるみたいな。どうですか？だからその嫉妬とか、なんかムカついて、なんでクソみたいな。で、アンチテーゼになるっていう。
で、アンチテーゼの人生で終わるっていうのは、いる人いるので、それは良くないですよね。良くないというか、それでいいのって話で。だからマイナスの部分を自分でもっとマイナスに膨らませた話ですね。このピンチだったりとか、そのマイナスの部分を自分でうわーって膨らまして、で、悪い方向に行ってしまうってことですね。もう結構多いですよ。だから、うつ病とかもそうじゃないですか。うつ病なんかはこの悪いことをもうずっと膨らますからうつ病になるわけですよね。どうですか？多分、うつ病のロジックって、このちっちゃいことを膨らましてる、まあ、いろんな概念はあると思うんですけど、ちっちゃいなんか悪いことを大きく膨らまして、どん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 うつになっていくんじゃないかなと思うんですよね。そう。だからまあね、なんかうつ病患者も、昔に比べるとずっと増えてると思うんですけどね。なんかやっぱそういう人が多いので、そのもうそもそもそれはチャンスなんだよ、チャンスしかないよと、自分の何かを変えるきっかけにしか過ぎないよみたいな捉え方考え方をして、まあ進んでいく方がどっちがいいって話なんですよ。これもね難しいですけど、客観的に捉えると絶対そっちの方がいいわけですよ。だって一つの小さいことから嫌なことを膨らまして、マイナスに膨らまして嫌な、こっちの方向に行くのか、これをチャンスだと捉えてね、これをチャンスだと捉えて、なんだ、考えたりとか新しい行動挑戦をするっていうことをする、どっちの方が生産性あるのか、どっちの方が結果出るのか、どっちの方がいい方向に行くのかっていうと、こっちの方がいい方向に行きますよね。こっちは病気になりますよね。だから病気したいんですかって話じゃないですか。ね。だからもうすぐやっぱ切り替えていく。切り替えていくというか、もう、ピンチイコールチャンスというか、チャンスっていうとチャンスと捉えられない人がいると思うので、ピンチが起こった時っていうのは自分と向き合う大切なタイミングだったりとか、自分のことを考えることの、まあ、そのきっかけですよね。あ、これはもう真剣に考えないといけないなとか、あ、これは、なんだ、なんかこういうことやんないといけないのかなとかね。なんかそういうふうに考えていくといいと思いますけどね。まあまあ生きてるといろいろありますからね。別に。まあ結構ね、みんなそこができないかなと思いますね。なかなか。なんかそれをもうイコールにするっていうのが大事ですね。ピンチをピンチに膨らますんではなく、ピンチはこれきっかけだよっていう、ピンチイコールきっかけの方がいいかな。チャンスって言うとチャンスじゃねえよと思う人もいるじゃないですかね。だけどピンチはきっかけだよっていう風にだったら、まあなんとなく受け取りやすいんじゃないかなと思いますけど、ピンチはきっかけ、自分を変えるきっかけだよっていう、考え直すきっかけだよとか、改め直すきっかけだよとか、何かのサインだよとかね。そう。だから例えばね、今回から、あとは、それから何を学ぶかでしょうね。だから僕もそのストライプに関してはやっぱ、なんだ、俺は大丈夫ってやっぱ思ってた部分ありますからね。ずっと5年間、まあ、何もない、トラブルなくずっとやってきましたし、大丈夫と思ってましたけど、ダメでしたね。まあそもそも規約アップデートされてましたし。だからまあその、なんだ、甘んじてた。俺は大丈夫だなって甘んじてた部分ですよね。だからそれはまあ反省ですよね。その、大丈夫ってことはないってことですよね。まあ扱ってる情報が情報ですからね、僕なんかは。でも結構ね、その、なんか僕派手にやってないと思うんですよね、そこまで。どうですか？儲かりますみたいな。まあ今回の商品もなんか、至高の商品ですから、あんまり、あ、でもな、商品の中で結構あるんで、月収100万達成するなんちゃらとか、なんかまあ数字入れてるやつもいっぱいあるからな。いっぱい商品販売してるんだよね、僕ね。でもまあ、全部が儲かりますよっていう商品ではないので、稼げますよっていう商品ではないですし、今回の商品もここですから、ブラックな思考術っていう商品なんで、まあ
そういうことなんです。そういうことです。人生はそういう局面にとっなった時にやっぱいろいろやっぱ考えていかないといけないなと思いますね。考えるきっかけなんで、それをマイナスとして考えて捉えて感じて、うわーってマイナスを膨らますといいことないので、うん、はい、な感じかな。まああとね、一つ言う、これもね、僕も結構お客さんからこういただいたりとかするんですけど、なんだろう。まあ、銀行口座あればね、ビジネスできますんで。まあ、その決済の話ですけど、結論は。僕も最初銀行口座でやってましたから。ただその銀行口座一つでやってたら凍結になりましたけどね、銀行口座が。一番最初は僕は会社作ってなかったんですよ。一番最初会社作ってなかったんで、楽天銀行の自分の個人名義でやってたの、口座でやってたんですよ。で、その個人名義の楽天銀行の口座に、個人の入金がブワーってあるわけじゃないですか。いろんな価格帯でね。おかしいですよ。で、まあ、それでなんか引っかかったと思うんですけど。まあ、会社の銀行であるならばね、会社の口座であるならば、まあ、あれですけど。だから、その、なんだろうな、個人事業主の方は、まあ、個人口座になると思うので、まあ、僕みたいな売り方する人はあんまいないからな。もう、毎月なんかいろいろ売ってんじゃないですか。僕みたいな人あんまいないのであれかもしれないですけどね。だからね、ほんと安いやつから高いやつまで、もうピンからいろんな価格帯で売ってますから僕。それがね、個人口座にバーって入ってきたら、それはなんか変でしょ。会社を、でもね、会社の銀行口座もね、今作りづらいんですけどね。すげえ作りづらい。まあね、いろいろ大変ですね。大変ですけど頑張りましょう。大変でしょ。大変ですけど。そう、会社の銀行口座もね、めちゃめちゃ作りづらいですよ、今。本当に昔に比べると。マジで作りづらい。本当作りづらいですね。ただ僕はびっくりしたのが、鹿児島行って、会社の口座作ったんですけど、まあ、信用金庫がね、作りやすいよって言われて、で、信用金庫行ったらもう30秒ぐらいで、30秒は無理すぎだ。10分ぐらいか。まあ、書類持ってって、で、窓口ですぐ発行っすね。そのなんか、個人口座を作るごとく、なんか、書類提出してその場で、まあ、待ってて、はい、できました、みたいな。え、できたの?みたいな。ちょっとお待ちください、みたいな。で、書類出して、できました。だから、地方の、信用金庫は作りやすいんじゃないですか。信用金庫は作りやすいと思います。ただその場所にもよるとは思いますけど、僕の鹿児島のところはすぐ作れてびっくりしましたね。まあいいや。とりあえずストライプの件はまた別枠で動画撮りますので、まあコンテンツビジネス、特に僕みたいなお金ですよね。お金が絡むようなコンテンツを扱ってる場合は、規約がね、ちょっとすいません、アップデートされてたんで、それも注意喚起でね、ちょっと促そうかなと思います。規約がアップデートされてました。直近で。6月でしょ?今8月でしょ?だから7。だからもう1、2ヶ月前にアップデートされてましたね。はい。まあ、とりあえずチャンスですから、いろいろと。いろいろとチャンスなんです。チャンスというか、まあ、きっかけですか。人生が変わるタイミングとかにしましょうかな。何かが変わるタイミングって、そういう時しかないので。いや、ほんとね、一部ですよ。ファイヤーしてるのにまたなんか挑戦するっていう人は、起業家ですよ、多分。みんなファイヤーしたら、もう、日々、なんかダラダラ行きますよ、多分。ダラダラと。別に何もしなくてもお金に困ってないわけじゃないですか。何もしなくてもいいわけじゃないですか。みんなダラダラ行きますよ。大抵は。大抵は。な感じかな。はい。ということで、今回のキャンペーンは、もう銀行振込のみでやりますので、よろしくお願いします。で、今後も多分銀行振込でずっとやると思います。だから今年はずっと銀行振込かな。まぁ、ちょっといろいろ考えながら、決済手段は考えながら
考えますけど、とりあえず当分銀行振り込みでやると思います。うん。はい。よろしくお願いします。振り込み、ごめんどうかもしれませんけど、その代わり、入金ありがとうございます動画を添えて、納品しますって。毎回。いやね、これね、まあ、ここまで見てるから、まあ、見てる人だけ特別に言いますけど、いやね、実はね、ストライプにしてから、これまあ、裏話を表にしちゃうとちょっと良くないけど、まあ、いいか、もういい、ストライプ決済しないからな。要はね、今まで、昔は、銀行しか、一番最初の頃銀行しかやってなかったので、お客さんのやっぱ顔が見れてたし、どういう人が、まあ、申し込んでくれたっていうのがあったんですけど、ストライプのダウンロード販売入れてからは、ぶっちゃけですよ。ストライプのダウンロード販売入れてからは、要は、なんだろうな。僕に興味はないけど、その商品に興味あるっていう人。わかります?僕にはあんま興味ないんだけど、ちょっとその商品興味あるな、みたいな人が、結構、ピッて買ってくれるようになったんですよ。っていう層が出てきたっていうかね。まあ、すぐクレカで決済してピッてね、商品手に入れられますから。うん、で、安くてね。安くて、なんか興味あるな、みたいなね。あ、これなんか安くてお得だな、みたいなさ、ピッてこう、売れたんですよ。だからなんだろうな。今までは、濃い人しか売れてなかったんだけど、濃い人しか売ってなかったんだけど、ストライプ決済入れたことによって、その浅い感じの人にも、売れるようになったんで、なんか楽だな、みたいな。楽してました。すいません。告してきます。銀行振込でも申し込みたいっていう人だけに売ってきますよ。いや、それ本音言うと、それも楽だったんですよ。ちょっとはお得でバリュー、すごいなんか、これぐらいだったらいいかなっていう人が、クレカでこう買ってくれる、この一部ですけどね、ちょっと、あって。今後はもっとより濃く、よりねっちょりと、ねりねりねる吉谷で頑張りますよ。だって銀行振り込みめんどくさいですよね。めんどくさいですけど。まあネットバンクとかやってる人はね、あれですけど、ネットバンク全員やってるとは限らないですから。でも最近どうなんだろうな。まあ最近どこもまあネットできるようになってますからね。ただね、鹿児島銀行とかは、僕あれですからね、なんかネットを使うとお金取られるみたいな。だから銀行によってネットの仕組み使うとお金取れるみたいなありますからね。そう。マジっすか?この時代にネット版はお金取るんですかみたいな。で、僕の会社の今銀行も線路、なんかシステム使用料、そのネットを使うんだったらシステム使用料で1600円ぐらい払ってますよ。1600円毎月。サブスクで。この時代にネットを使うんだったら1600円払えみたいな。まあ、しょうがないんで払ってますけど。かいいな。めちゃくちゃ蚊に刺された。終わります。はい。ということで、8月、8日にですね、ストライプはなくなりましたけど、やりますので、はい、銀行振込みのみになりますけども、よろしくお願いします。はい。では、裏メルマガ登録されてない方は登録しておいてくださいね。では。